リュウのヤヤさんおはようございます、えー、ヘランジだけは知ってましたお尻があって足があってヘの字みたいな形になります羽生選手はパーリーの散歩をしてトゥルーとかいう時になんかやるやつですね、えー、本当にいろいろありますねさん、えー、は全部できるんですか見てみたいですいやあ、まあいくつかできるやつはあると思うんですけどハーフルッツとかできるかもしれないですねでも羽生選手のこうヘランジは無理ですね あのかかとに引っかかっちゃって、えー、滑れなくなっちゃうのでエランジ無理かなうん。えっと、あと他には何だっけなえっと、なんかいろいろありましたけどね。うん。はい。えー、では次行きましょう。えー、ゆんまま様ありがとうございます。えー、こんにちは。ピアノも大好きですが、今日の話の話,の話題は、イタリアのジャパンウィークです。 え少し前の話題なので皆さん知っているかもですが、えー、最終日のマッシーミリアーノさんのトークビデオトータルパッケージ羽生結弦に捧ぐの動画がアップされるのを楽しみに待っているところですみたいですよ皆さん、えー、ご存知でしょうかうんああ知らなかったっていうね人もいるかもしれません、えー、マッシーさんが動画担当者が真っ青になるほど、えー、しゃべりまくったので 編集に時間がかかり、公開用の動画が出来上がるのに時間がかかっているそうです。ああなるほど。えー、ナポリ国立考古学博物館主催の、えー、とえっ、ー、ととてもアカデミックなフェスティバルで、日本のイタリアの文化界の個人が出席して、会場もお城みたいに。あすごいですね。うんこれは素晴らしい、えー。いろんな角度から日本を紹介したイベントですが。 このクロージングイベントが羽生くんああ、もう羽生選手はもうどこでもね、あの、世界の羽生ですね、本当えー、和訳動画はまだ先になるでしょうか、えー、注目です。いつになるのか待ち遠しいです。ということなんで、皆さんぜひこれ、注目ですよ、羽生選手とファンの皆様。うん。た多分知ってる方多いと思うんですけど、えー、まだ知らなかったよっていう方はね、えー、新情報だと思うので、えー、はい、うん。 えー、遠しいという方の、方が多いかなと思うんですけどもね。えー、そしてタップダウン、あ、そうだ、僕ね、間違えちゃいました。一つ前の動画だったと思うんですけど、一つ、二つぐらい前かな。あの、えっ、ー、と、ジョリー・ミアさんの、それはトラ、えーと、トー・アラビアンという技ですね。僕ね、トー・アラビアンを紹介しちゃいました。うん。えー、申し訳なかったんですが、これトラベリング・ラャベルというのは、えー、トー・アラベリアン、ん違いや、んあ、 トーアラビアンという技が、えー、ジョニー・ウィアーがやってたやつでトラベリング・キャメルはまたトーをつかないパターンですねちょっと似てますよね一緒にされる場合がありますがというこ,とこれ訂正ということなのでぜひ、ね、見るときには注意していただきたいと思うんですけども、うん、はい、えー、そしてユーナ・ニャさん、えー、ありがとうございますカブさん点数は開催国とか地元の選手だと えー、ちょっと点数を持ってくれるとかはよく聞きますけど本当になるんですか、うん、あると思うんですけどもね、えー、ジャッジの人,の人に気に入られるみたいにために日本でいうところのお歳暮みたいなのそれねあの賄賂ですよね、えー、密かに送ってたりする選手の矢とかいそうですね、えーまあ、結構ありますよ。 えなんかお医者さんへの一つよろしく的なあれですね。まあ、賄賂だと思うんですけど、まあ、ありえるかもしれませんね。うんまあ、そういう社会だと思うんで。うん、はい、えー、そして、ジュリムさんありがとうございます。かぶくん、こんばんは。えー、こちらは深夜です。えー、三原選手の原産サマーカップショートプログラム、偶然流れてきました。えー、彼女らしい清楚な滑りです。 今のううち必見ですよということですすよとといこね本当そうなんですよ。うん、あの最近すぐ、ねえー、消されちゃうので。でね、見てきました、僕は。うん、いや、本当にね、もういい、うん、いいと思います。もう三原選手だからね、オリンピック出てほしい、もうその一言につきますね。うん、はい えー、そして、レモンミカンさん、おはようございます。よろしくお願いします。えー、日本女子の点数はさまざまな事情で、日本国内大会に絞っていた部分が大きくて、えー、海外大会に参加が難しかったのもあるでしょうか。そうですね、僕、その可能性もあると思うんですよ、えー。だから日本勢は仕上がりが遅いということですね。を十分考えられると思います。えー、演構成 PCS がとかまだ こなれてないまあ多分ねジャパンオープンが厳しすぎたんじゃないかなと、えー、表現力アピール力は振りが小さいから見ているものも伝わりにくいもっと大きくはっきりわかるようになりなさいのような感じですかね、えー、様子を見ていくしかないですねそうですねまだ答えが僕見つかんないんですよいろいろ考えたんですけれどもねなのでグランプリシリーズとかを通して、えー、見ていく必要があるかなっていうところですうん。 はい。では一旦ここで、えっ、ー、と、続きは、えー、次回からやっていきたいと思います。ありがとうございます。